カンツビをご覧の皆様、おはこんばんちは。今回も前回引き続き武装館大隅の中からお届けしております。今回ご紹介するのは、今ここにはないですけど、エルキャックです。前回の缶詰では輸送艦大隅に潜入、輸送艦ならではの設備や艦艇内部をご紹介しました。そこで出会ったのが訓練中のエルキャック。本日は荒波で潮を浴びたエルキャックの整備に密着してみたいと思います。前回の缶詰でもご紹介したエアクッション艇、通称エルキャック、ホバークラフト型の輸送艇です。このエルキャックは水上を約120センチ浮上して航行します。そのため港がない海岸線や艦艇が入れないような浅瀬でも揚陸することが可能なんです。さあ、エルキャックイン待機室の奥、エルキャック管制室にはもうすでに整備員がエルキャックの発進に向けて準備を進めています。護衛艦大隅のお尻の部分、スターンゲートがゆっくりと開きます。さあ、いよいよエルキャックの発進です。レバーシャーオーバー。おっと、エルキャックのスカートの部分が膨らみました。このエルキャック甲板の中を壁をぶつかりながらゆっくりと後方に進んでいきます。ものすごい水しぶき。エルキャックが今大隅から姿を現しました。すごい迫力です。カメラが無事で本当に良かった、そんな状況です。ものすごい水しぶきとともに画面には虹がかかっております。エルキャックはただいま操縦訓練中。発進の時も大迫力でしたが、注目したいのは輸送艦にエルキャックを収容するシーンです。こんなにも激しい水しぶきで視界が遮られながらも、荒れ狂う波と戦いながら帰ってくるエルキャックにご注目ください。大隅では整備ってなってるんですけど、はい、今の仕事って何ですか？はい、エルキャックが全能発揮できるように、機関、ガスタービンエンジンとか、あの APU 発電機のやつですね、あれの故障整備を主にやってます。あ、すごいですね。この船はディーゼル艦なんで、あの基本的にガスタービンの出番はあまりないんで。あ、そうなんですね。キャックの方はガスタービンエンジンを使用しているんで、それでここにいるっていう感じ。船に乗ってて、はい、あ、これは良かったなとか、これ一番楽しいなみたいな、はい、一番テンション上がる時とか。上陸、やっぱり上陸。上陸ね。もういよいよですね。いよいよです。あ、なるほど。本当に。やっぱり出航の後の上陸、テンション上がりますよね。あ、いや、もう訓練があって、ようやく自由になれるっていうのがあって。メイン整備、辻井翔太、三蔵海曹です。あ、辻井三蔵ですね。はい、お願いします。藤井さんはあの大隅に乗ってどのぐらいですか？はい、3年近くになります。あ、エルキャックの通信やレーダー関係の整備を担当しております。なるほど。エルキャック管制室ってざっくりどういうことする部屋なんですか？はい、こちらの方でエルキャック発信時に無線などの連絡を使ったり、はい、あそこのスタンゲートなどの操作を実施したり、エリカック発信後は、こちらのスピーカーの方でエリカックの無線が聞こえてくるので、その傍受をして異常な確認などをしたりします。なるほどですね。環境とエリカックの橋渡しみたいな。はい、そうです。整備の勉強ってこの大隅に乗ってからするんですよね？そうですね、はい、来てから。はい、そうですね、まあ自分は半人前なのでまた勉強することがいっぱいあります。はい、関東海藻黒瀬雄大です。機関課ディーゼルインです。貫詰結構見てくださってるということで。あ、はい、嬉
しいですね。はい、ありがとうございます。国内でもちゃんと見てくれてる人いるのはもうめちゃくちゃ嬉しいですよ。はい、今自衛隊入隊して6年目で、これで3隻目です、大隅で。はい、3隻目。どうですか、船の暮らしは。希望されてたんですか、船。そうですね、海上自衛隊に入りました理由では、その航空部隊に行きたかったんですけども、私、はい、船乗ってみていかがですか、生活的には。そうですね、衣食住がもう船の中で完結してきてるんで、その、はい、結構貯金も貯まりますし、はい、で寄港地でいろんなところにも入港できますんで、はい、そういう面ではすごいいい職場かなと私は思っております。なるほど、めちゃくちゃ真面目に答えてくれるじゃないですか。ちょっとまたマスク上げていただいて。いやいや大丈夫、全然大丈夫です。いい男が見えるのはいいんですよ。あ、すいません、広報的によろしくない。そうなんですね。それでは画面右端の L キャックにご注目ください。 L キャック甲板内に海水が波のように押し寄せてまいります。鮮やかなブルーの海、そしてスターンゲートが大口を開けて L キャックの帰りを待っています。風や波の影響、そして輸送艦大隅の動きを計算しながら慎重に進んでまいります。で参りました。相変わらずものすごい水しぶき、ワイパー必須です。この収容シーン早送りでもお楽しみいただけます。ぜひお試しください。ちなみにこの L キャック甲板の壁の部分は L キャックがぶつかっても壊れないようになっております。ご安心ください。ゆっくりと抜けていきます。 L キャップお疲れ様でした。さてこの L キャップ訓練を終え帰ってきたら、しっかりと真水で船体を洗浄します。訓練を終えて一風呂浴びてということで、最初にシャワーを浴びるのは隊員ではなく L キャップ。一番最初にきれいにしてもらいます。あれだけの波の影響を受けているのですから当然ですよね。塩や汚れなどをしっかり洗い流した後は、次の訓練に備え異常の有無を点検します。この輸送艦大隅には L キャップが2機、1機あたり約30分、合計1時間かけてしっかりと洗い流します。ただの水洗いと侮ることなかれ。しっかりと塩を洗い流さないと故障につながり、また汚れがあると点検の際に異常を確認することが難しくなるので、水洗いは非常に重要なんです。安全に迅速に作業を行うためにもチームワークは重要ですね。ホースをさばく隊員も気が抜けません。 L キャップの船体洗浄が終わる頃には L キャップはピッカピカ、隊員はびしょ濡れ油まみれなんてことは気にせず、黙々と作業に取り組みます。L キャック、ものすごい迫力でしたね。私も海上自衛隊に入って見たのは初めてです。迫力のある映像をお届けできたと思います。次回の観察でもお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。
よろしくお願いします。